エツヨピンツァエツヨピンツァは、イタリアのバスカ州、両大戦間期における最も偉大なバスとされる。ニューヨークメトロポリタン歌劇場で22シーズンにわたり、50演目、750回以上の出演を果たした。ローマの非常に貧しい家庭に生まれ、ラベンナで育つ。はじめ様々な職を転々とし、特に自転車競技選手としても有望視されていたと、言うが、その美声が認められ。 ボローニャのマルティーニ音楽院で学ぶ。初舞台は1914年、ベルリーに、ノルマのオロベ映像役。第一次世界大戦で召集され、ブランクがあったが、終戦後の1919 19年には、ミラノスカラザに、1926年には、ニューヨークメトロポリタン歌劇場に、スポンティーニ、ベスタの巫女でデビューする。1929年から演じたモーツアルト、ドンジョバンニの タイトルロールは、その声ばかりでなく、魅力的な舞台姿からも、修正の当たり役とされ、ブルーノ・ワルター式ザ、ザレズブルク音楽祭でのライブ録音が、今日も、名盤とされている。モーツァルト・オペラではその後、フィガロの結婚のフィガロ、マテキノ・ザラストロもレパートリーに加え、またベルリーに、ドニゼッティ、ベルディなど、イタリアオペラの、数多くのバス役は、 無論のこと、イタリア語公演ではあったが、ムソルグスキーのボリス・ゴドゥノフマでも演じ歌った。ピンツァはファシスト政権を嫌い、第二次世界大戦中もアメリカを離れなかったが、それでも1942年には敵性国民として7週間にわたり、マンハッタン沖合のエリス島に抑留されるという、浮き目にもあっている。1948年にオペラ舞台から引退した後、ピンツァは、 ブロードウェイで第二のキャリアを歩む。1949年4月、リチャード・ロジャース、オスカー・ハマースタイン2世の南太平洋に出演した彼はミュージカル界でもスターとなり、他にもいくつかのミュージカル舞台、映画に出演したのだった。1957年、心臓発作で急死重大遅くになるようやく正式な音楽教育を受けたこともあり。 楽譜読解に困難があった、などの逸話もあるが、その温かく、深みを持った声は今日でも、バッソプロフォンドの模範とされ、舞台姿、演技の素晴らしさもあって、絶大な人気を誇る歌手だった。舞台外では、プレイボーイとしても有名で、メトの有名なプリマ、エリザベート・レートベルクと彼との関係は、 泥沼の裁判沙汰に発展したし、ピンザと不倫関係にあったブルーノ・ワルターの娘グレーテルは嫉妬に駆られた夫に殺害されるという悲劇を生んだのだった。ありがとうございます。